どうも、PO2条ですというところで、MV 雑談でございます。やっていきましょう。まあ、というところでですね、まあ、SOS がですね、追加されたというところで、まあ、見ていこうという形なんですが、まあ、ただ、私、冬子さんのね、星さん持ってないんですよね。冬子さんってそもそも星さんある？ない？だから、まあ、私も、だから、冬子さんで見てもしょうがないじゃん。だから、ちょっと、イクハルを連れてきました。話なんですけど、一つ目なんですけどね、そろそろですね、フィフスライブ、If I Wings ですね、あれの発売が、近くなってきてると、ブルーレイですね、なってるんですけど、皆さんも買うでしょうか。私はですね、ほんと買う買わないが半々ぐらい。なんかそうなの、そうなんだよね。だから正直私、フィフスライブが、初めてのシャニマスのライブの視聴だったんですよ。2日目を配信で見たんですけど、後にね、アーカイブで見たんだけど、やっぱ感動というか、ね、あれはちょっともう一度味わいたいし、あと、1日目ですよね。あれ見てないからどうなってるのかわかんないじゃん。だからちょっと見たいなとも思ってて。で、あとは、なんか私の周りのシャニの友人、まあ、ルカピーの友人とか、最近加わったもう一人とかと3人で見ても面白いかなと思ってて、だけどまあ値段ですよね。問題が、だからそこのあれ、どうせ買うならやっぱりこう1日目2日ね、どう全部買う、初回限定版っていうんですか、普通に遊びストア特装版は買わないかな、初回限定の2万7000円ぐらいのやつかなと思ってます。2曲目でございますがね、まあ先ほど非常にイクハルね、いい感じでございましたが、そんな中でなんか神様見たことなかったしさ、あと2曲目のお話、用意してきたお話がですね、なかなかちょうどいいお話がありますので、ちょっとそちらのこの心情をね、この神様は死んだって乗せてやっていくんですけど、まあ穂高がですね、ソフトバンクに移籍しました。いや、まあただの遺跡ならね、もう何回も経験してるんであれなんですけど、いや、まあ今回に関してはまあ正直ちょっとね、出て行ってほしかった部分も多少あったから何とも言えないんだけど、でもさ、でもだよ、今年ひどかったぜ。17試合で出なくて、その間もホームラン打ってないんだから、厳しいですよ。最低ですよ。本当最低。ちょっと今の気持ちを私のルカさんに代弁してもらいます。そうなんですよ。全部最低。まあ、ね、まあ、人的保障がかなりこう楽しみ。アキラが来るのかな。正直、まさきさん欲しいんですけど、どうなんですかね。まさきさん外れないのかな。ちょっと水谷君すごいね。めっちゃ演出すげえ。水谷くんはちょっとね、現役ドラフトで行っちゃったんで、長崎さん欲しいなと思ってます。はい。そのくらいかな。あとソフトバンクファンがね、よくね、印象が悪くなるって言いますけど、元からソフトバンクにいい印象を抱いたことなんか一個もないですから。ずっと印象悪いんで、そこは安心してください。神様は死んだって。いいですね、ルカさんかっこいいわ。いいですね。最後ちょっと告知的な部分を挟むと、あれになります。ですね、私12月の16日の、11時以降、夜ですね、23時以降になるんですけれども、もしかしたら生放送をやるかもしれません。そこだけはちょっとお伝えしようかな。でも頑張りすぎないでほしいなって、うっかり居眠り、タキタキ可愛い猫に。いいですね、初めて見ますこれ。ここのところずっと遅いみたいだから、ね、心配してるんだからね。というところなんですけど、そうやる予定
今のところはいます。まあ、ただ私の気分が変わったり、急に予定が入ったら、まあ、なくなります。そこだけはご了承ください。やることは、MLB ザショーを一応バックで流しまして、まあ、トレードをですね、まあ、これは分かる人には言っちゃうけど、トレードレッドラインをちょっと進めます。うん。を、まあ、お話ししながらやろうかなって思ってる。で、なんでシャニマスの動画でやってるかというと、まあ、シャニマスってね、私のことを知ってくださった方も、まあ、少なからずはいるんですよ。だから、ぜひともシャニマス側の方も来てほしい。そう。もちろん、シャニマスの話を振ってもらえれば、私はやりますので、私の配信なんでそんなコメント多く流れないからさ、ほとんどのコメントは拾うので、そこはよろしくお願いします。だから、ぜひともシャニマスの方も来てみてください。はい。その時なんか、ね、コメントしてもらえると嬉しいなと思います。詳しいことはコミュニティに書きます。はい。よろしくお願いします。あ、わかんない。すぐには書かないかもしれないけど、まあ、いつか、まあ、やるなら書きます。うん。一応やる予定です。わかんないけどね。